あの人さっきからずっと手挙げて回ってるんだけど。はい、皆さんこんにちは。ひろです。たかです。え、キムログです。ふぅ。で終わった？はい、終わりです。終わりです。さよなら。後ろは見えてるかもしれないけど、今日はメキシコシティから1時間ほど離れてるテオティファカンの古いアツテクの町に来ました。ウォー！アツテクで？その古い文化の遺跡のこと？いや、あの人のこと。アツテック？うん。これアツテックって言葉知らんわ。え、どういう人がここに住んでる？あ、アステカ人のこと？はい。日本語ではね、アステカ人。日本人がおかしい。はい、日本人がおかしいよ。ガイドがいないから、このボードを読みながらちょっと理解してるかなと思った。メイン通りは北から南のまっすぐの道路があって、それはエヴェニューオブ・デッド、だから死んだ死者の道かな。この辺真ん中にあのクロスしてるもう一個の道があって、で それをこのティオティクワカンの町を4つのエリアに分けてる。なるほど。で、そのメイン道路の近い建物がお金持ちのreligious person みたいな家とか、あとあのなんかのセレモニーに使われる、religious セレモニーに使われている建物。ああ、じゃあメイン通りの近くに僧侶のお家とか宗教的な行事が行われる建物がどんどんいっぱいあると。あ、これからこのメインストリートを歩いてちょっと見ましょう。あの人さっきからずっと手挙げて回ってるんだけど、何してんだろう。何やってるの？なんで？このテオティクワカンがでかすぎる。そう。あと別にまだ夏じゃないけど普通に暑い。日陰がないからめっちゃ暑い、ね、そう、日陰がない。メキシコシティと比べると相当暑いんだけど、うん、あとまだめちゃくちゃ遠い。標高 2000m 以上って言ってたよ、ここ。あ、そうなの。だから本当は涼しいはずなのに、山の中だし。わかりません。暑い。今見えるかな、この後ろの方に見えてるこの辺にあるかな、太陽の塔っていう。太陽の塔じゃないか、太陽のなんだっけ、太陽の石、太陽のピラミッド、太陽の寺、なんでもいいんだけど、でかい。でかいね、ピラミッドみたいなやつがあるから。でね、ちなみにここには太陽と、あともう一個向こうにね、月ってやつもあるからね。で、両方登れるらしいから、とりあえず太陽に登ってみようかなと思います。皆さん着きましたよ、ジョージョ。はい、めちゃめちゃ疲れた。245ステップだった。階段がね、めちゃめちゃ急。急すぎる。これ逆にもう下るとき怖いぐらい急なんだけど。そう、みんなこうサイドでね。わあ、疲れた。でもね、景色はね、いいね、やっぱね。景色は結構いい。景色はいいわ。ちなみにあっちに見えてるのがね、月。月のが低いね。そう、頂上に来た瞬間、風が強い。強風でございます。でもそれでなんか逆にめっちゃ気持ちいい。そうだね、今汗かいてるから、ふーって感じ。疲れた。ちょっと休憩して降りますか。降りましょう。世界一周行った中で一番英語通じない国、メキシコ。全然通じない。Come on, try it. It's not weird. It's like a chew. It's like a chew. Eat it. Do it. Yeah, eat it. What? Saka, 食べて。